京阪神は京都、大阪、神戸の三都市の総称、あるいはこれら三都市を中心とした近畿地方の主要部を指す地域名称である。一般的に京阪神といえば京阪神大都市圏を指すことが比較的多い。しかし場合によっては下記のような例も見られる。単純に三都市の名前から一文字ずつ取ったもので、 京阪神三大学など三都市に限った事象や、施設を一つのグループとして表現する際に使用する。京阪神の名称が付く、企業中心市、都市雇用圏、絶対都市圏を示す。総務省では、大阪市、京都市、神戸市の三市を中心市とした絶対都市圏を、京阪神大都市圏としている。範囲は、渦の部分に相当し、大阪府全域、兵庫県南部、 京都府南部、奈良県北部及び、南部の一部、滋賀県南部及び、北部の一部、和歌山県の橋本市、岩出市、葛城町、工藤山町、三重県の名張市にまで伸び、人口は約1864万人。京阪神大都市圏は、世界屈指の大都市圏とされており、日本国内においては、首都圏に次ぐ規模で3大都市圏の一つとされ、 京阪神大都市圏 GDP は2009年、現在で世界第3位であり、2010年の都市雇用圏に基づく大阪、京都、神戸各都市圏の合計の総生産額は63.9兆円となる。この地域の第三次産業では、大阪市の都心が突出しているため、同市を中心とした都市圏を京阪神大都市圏とみなすこともある。一方、 大阪市の他に京都市と神戸市も中夜間人口比率が100を超えているため、各々が中心市となって都市圏を形成しているとも考えられる。その立場に立った都市雇用圏では大阪都市圏、京都都市圏、神戸都市圏と独立した都市圏を設定している。なお、京阪神大都市圏のほかに関西大都市圏や近畿大都市圏などの故障があるがすべて同義である。 また近代都市はその成長過程で工業を富の基盤とし労働者を引き寄せて人口集中を実現する例が多い。日本でも高度経済成長期まで大都市の都市部では第二次産業人口が最も多かった。この観点から世界的には工業地帯に形成された人口密集地帯を一つの都市とする例が見られる。この伝統的な見方に沿う場合、 大阪市、神戸市を中心とした阪神工業地帯を一つの都市とし、近代重化学工業を基盤としない、京都市は独立した都市圏として扱う。このように、阪神都市圏と京都都市圏に分ける例は、国際連合のアーバン・ギーラ・モレションや、プライス・ウータンハウス・クーパース社の都市圏、別 GDP などに見られる。近畿地方歴史、大阪市歴史、奈良県歴史、及び、 京都歴史も山椒大友市や物のべしなどが本拠を置いた場所であり、大阪平野や奈良盆地に天皇がその在所を置くことが多く、その場合には、港湾都市であり国内流通の中心であった外交にあたる、現在の大阪市の名にわず、住吉津、後に、渡辺津、大阪市から、堺市に向かう南波大道、堺市から奈良に向かう大津道、田地姫道などで結ばれていた。 他方、外交が重視される時期や、奈良盆地の既存勢力と距離を置きたい場合には、日本海若狭湾美和湖淀川大阪安、瀬戸内海、南馬宮、藤原宮、平城宮、平安宮などの大規模な首都整備、豪族、貴族の在地から首都への集中強制、納税や、官人の往来のための官道整備などにより、近畿地方は、日本の富が集中する。 経済地域となっていった。その後、公家、武家、時期に権力が分散し、税の機内集中が弱まることもあったが、室町幕府や南朝が置かれたり、日民貿易により、兵津や境が浸調して、富を集めた。安土桃山時代に入ると、織田信長や豊臣富秀吉が、当地に拠点を築いて、経済改革を行い、また、白武神に伴って、大阪城に、 城下町が形成され、そして特に秀吉が、淀川の改修工事を命じた際に、文禄亭が建設されたことが大阪と京を結ぶ、安定した交通路たる京街道に結実し、これらの結果として、経済発展が見られた。江戸時代には、常日の内陸水系物流ルート上の京、大阪に、海路では、西めぐる海運、東海線、村海線がつながり、 陸路では五街道などが整備されて、大見商人などが日本各地に分散して、髪方を含み、日本の物資の集産地及び金融の中心地へと変えた。大阪には各藩の蔵屋敷が集まり、世界初の商品先物取引所たる道島米会所が置かれ、遠隔地取引での為替手形も用いられるようになり、大阪は天下の台所として、 日本経済の中心地となった。K は富裕層向けをはじめとした高付加価値商品生産地、すなわち工業都市として発展し、製品、職人が日本各地へと流れ、付随して K 文化の影響を各地に与えた。明治時代は幕末の開国により外国人居留地が置かれた神戸が国際貿易港として発展し、同じく川口居留地が置かれた大阪。 そして、京都も次第に都市の近代化が進んでいった。天下の台所と呼ばれた経済都市の大阪は健在であったが、江戸期以来参勤交代で富裕層の集中に成功して大消費地となった江戸が東京府となって中央集権体制を確立し、税と外房で富をさらに集めるようになった。また、明治時代、東京にあった明治政府による犯罪処分などの影響で、 大きな打撃。さらに1923年の関東大震災後には、関東からの移住者が多数あり文化、経済のさらなる交流を見た。昭和10年代、日中戦争から第二次世界大戦へ突入していく。中で、この絵踏み政権により、戦時体制が作られ、様々な業種が国家の統制管理に置かれる状況となって、京半身や、 他の地域の企業が統合されて、東京に本社を置くことになったり、京阪神から東京へ、企業や財閥、資本家の移動が相次いだ。戦後の高度経済成長期には、阪神工業地帯などでの工場、事業所の新設や拡張などで、製造業生産工が増大していくが、東京一極集中による東京への本社や事業所の移転はその後も継続している。 さらに工場などの生産拠点も昭和60年代以降は円高による海外への移転が相次いでいる。一方、研究設備や研究成果、教授陣が充実している大学や関西文化学術研究都市や神戸医療産業都市構想をはじめとした産学館連携研究施設が集積しており、経済面の環境が縮小しているわけではない。PWC 社のリポートでは、 阪神地区の GDP が世界の都市圏の7位マスターカード社のリポートでは世界のビジネス都市としての環境の評価で19位を格付けされるなど世界的には未だ巨大な経済圏である大きな都市圏を形成している京阪神ではあるがかなり起伏の富んだ地形が広がっている主に大阪平野を中心に張馬平野、京都盆地、奈良盆地 大見盆地に広がっている。この点で、起伏の少ない関東平野を中心として放射状に広がっている東京圏と比べると、生駒山地や六甲山地などの山地を挟んで都市が広がっている京阪神と大きく異なっている。地形気候気象予報などの地方区分では、近畿中部に分類される。主に平野部では、瀬戸内海式気候、京都府南部、滋賀県南部、 奈良県北部、三重県伊賀地方、伊賀地方などの内陸部は内陸性気候に属する。また、阪神地域では六甲山から六甲卸、滋賀県湖西地域では平山から平卸が吹き荒れる。また、都市地域に広く覆われていることからヒートアイランドが見られ、冬の冷え込みの弱さや夏の猛暑がもたらされ、その現象によって気候就職を受ける。 京阪神では、アメリカ合衆国の例に習った、インターアーバン路線の建設が盛んとなった。阪神電気鉄道本線を行使とし、続く見の終わり間電気軌道、阪神急行電鉄神戸本線他の各線の開通は、神戸、北節の未開拓な広輩地であった、近郊農村地帯への着目のきっかけとなり、快適な住環境創造を目的とする。 郊外住宅地の開発が鉄道沿線である風光明媚な六甲山南斜面において進められた。その時代の京阪神を描写した文学作品の代表例として谷崎純一郎の笹目きが挙げられる。また、第二次世界大戦前後から阪神地域以外でも京阪神観光船や阪急京都本線 京阪本線を中心とした京阪地域や近鉄奈良線を中心とした阪那地域南海本線や南海高野線を中心とした泉州南河内地,地域でも積極的に行われていくようになった。とりわけ京阪神では私鉄が多くの路線を伏設して鉄道会社が中心となって沿線開発が進んでいった。昭和末期から平成期に入る頃になると通勤圏が 遠方ギリギリにまで拡大する傾向が目立っている。例えば、兵庫県丹波市の山市や京都府そのべ町、奈良県大淀町、三重県青山町、滋賀県大海八幡市や高島市、和歌山県橋本市までも拡大し、兵庫府民、奈良府民、滋賀府民、三重府民、和歌山府民という俗語も登場した。その後は、都心回帰の傾向から通勤圏の拡大は、 弱まっている。詳細は近畿地方経済及び阪神工業地帯を参照系阪神には以下の研究都市が存在する。詳細についてはリンク先を参照。現在の京阪神は5期7道では機内に相当し、日本の中では他の地域に先駆けて古くから交通が発達していた。こうした交通網の発達は 明治以降鉄道建設や道路整備により、京阪神を一体の地域としての性格を強めることに大きな影響を与えた。起伏のある地形や京都市、大阪市、神戸市それぞれが都市としての核であることから、首都圏のように東京特部や横浜市を核都市それぞれの都市を中心として環状に交通網が伸びている。それぞれの核都市を中心に、 同心円状に広がっている。京阪神三都市間には、複数の鉄道会社が路線を付設しており、サービスや、沿線開発において JR 都市鉄、また市鉄道士による熾烈な競合区間となっている。都市間鉄道 JR 西日本の、在来線路線その他鉄道京阪神周辺の、競合区間、京都大阪間過去には近鉄に、京都駅近鉄南場駅を乗り換えなしで結ぶ。 特急があったが、1992年に廃止された。大阪神戸間、大阪宝塚間、大阪奈良間、大阪高田、柏原間,間、大阪関西空港、和歌山間、京都大津間、京都奈良間、神戸姫路間競合区間の路線図競合意識が、薄れた区間、大阪堺間、大阪河内長野、仙北ニュータウン間、京都宇治間、 京都大津間阪神地域における阪神高速と周辺有料道路高速道路国道経路京都大阪間主要道路として名神高速道路と国道1号北部では国道171号がある慢性化した国道1号の混雑緩和のため第二京阪道路が建設された大阪神戸間主要道路として阪神高速三号神戸線五号湾岸線 国道2号、国道43号がある。また、北側の迂回路として、中国自動車道や阪神高速7号北、神戸線もある。京都神戸間主要道路として、名神高速道路と、国道171号がある。大阪奈良間主要道路として、西名阪自動車道と、阪納道路、第二阪納有料道路がある。北和では、国道163号が、西和では、 国道25号が中南和では南半那道路がある。京都奈良間主要道路として国道24号と京那道路がある。大阪和歌山間主要道路として半和自動車道、阪神高速4号湾岸線、国道26号などがある。このほか、国道480号や大阪府道、和歌山県道62号泉佐野内田線、国道310号、 国道371号など、大阪和歌山を結ぶ道路は滝にわたる。神戸港を主に4つある港湾をまとめた、スーパー中枢港湾には、阪神港という名称がある。関西国際空港。ありがとうございます。